願い。役に立ってこい。お、バカめ。バカめ。残念。おっそすレッドフォール続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ続いてのミッションはここやね。クリムゾンの断壁ってことで、うん、ホローマン、このミッションをやりつつホローマンの扉を見つけろというそういう感じでございます。まあまずはこっちの断壁の方に行けばいいってことですよね。行ってくるな。弾は補給しとこう。結構お金に余裕出てきたよね。回復満タンやな。行ってくるわ。頑張ってくるな。さあ前回ね大したミッションじゃなかったからさ、あ、なんか声したよ。怖っ。鳥を飛べ。こんなセーフハウスのすぐ近くに敵とか出てこないでよ。ちょっと今回は遠目のところやんな。あ、ゼングレの競技、ここファストトラベルできんのか。じゃあこっちちょっと飛ばせていただきます。てっきりセーフハウスが一番近いと思ってたけど、まだ近いとこありました。これか前。あー、なんか来たなここな。うれ、スナイパーでなんか撃ってたところやんな。ってことで、あっちの方、海岸すごいことなってるな。あれは、うん、関係ないよね。よいしょ。どっから。どっからどう行くのそこ。海岸ではなくて上がってったところって感じっぽいけど、普通のホローマンがなんかいるね。あれ気になる。これ別になんかできるってわけではないな。なんでもなかったわ。で吸血鬼もんな。一丁前に吸血、吸血か。カルティストは、はい。あ、当たらない。気づかれてない。バカめ。はっ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 。吸血鬼は？あ？なんか声した。近いとこいた。おい、バカめが。弱いわ。でもって、あの吸血鬼気づいてないな。バカだな。ちっぽけな心臓。あ？やったろか。おい、来いや。おい、こら、その程度。あ、ガメが。お前なんかにやられる私ではないのだ。せっかく起きたからなんかアイテムとかない。ささ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 さ さ。せっかく来たけどショットガンの弾あっただけ。
遊んだけ。じゃあ行くわな。こっちから、あ、ここ登れるね。こっからも行ける感じっぽいね。行きます。あ、役に立ってこい。急に出てくるなんていうことは今まで一応ないけどさ、タイミング悪かったらなんかどっかで鉢合わせとかなりそうよね。おい、いる。吸血鬼だな。ステルスで殺してみたい。いや、吸血鬼か、あれ。吸血鬼や。でっしょ。はい、バカー。おら、何しとったん。あ、なんかいる。あ、あ、なんかいるね。なんかいるね。やだ、気づいてはない。一匹はドン。で、おいおい、よし。いや、結構食らうな。あ、俺はチャールズではない。あっちでいいよね。日頃の借りを返すんだ。ここ来るのは俺は初めてではないよね。アディソン邸には来たことあるから、それの奥ってところか。ってことはウォーカーがまたおるかも。あの光ちょっとやだね。見張られてる感じする。うん、人間です。リロード。普通の銃よりあっちの杭で撃つ方が強いもんな。あれはタレットか。タレットはちょっと壊しときたい。この距離。うえー、おる。これで最後だ。オッケー。鳥を飛べ。で、ここか。違うね、もうちょっと向こうか。暗いな、あっち登っていける。あ、なんやて。見つけた。おい、来いや。ふっす。ほほほほほほ。うえー、どうした。何が心臓を食いちぎってやるじゃん。全然やないか。なめんなし。あそこのやつもこれ当たるかな。さすがにあれは向こう側にあるか。あ、アディソン邸はここが、だから前来たとこよね。買いかかってるわ。俺が行くのは向こうの断壁。ちょっと吸血鬼多いんかな。まあでも特別に強いタイプの吸血鬼じゃなかったら登れへんのかよ、ここ。おい、登れ。登れへん。こっから、この岩から、この岩にも登れへん。なんてしょぼい主人公。頼むぜ、これぐらい登ってくれ。俺でも登れるで。あいつは変わったタイプじゃないもんな。おい、あ、おい、
あは。おい、うわ、もう一匹。はは、はは、やめて。ほほほ、やめて。ユンさん。おい、せっかくダメージ与えたのに。やだー。はい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 。よし。いやー。せっかくのアサルト銃やからもっとぶっ放したいんやけどな。単発銃かバースト銃なのやな。新しいものは、スナイパーライフルはあるけど、普通のアサルト銃はレベル8でないか。あ、こういう時に限ってあんまないな、俺な。いいでしょう。行ったら。イゴルの借りを返すんだ。あれは？あ？奴らのお出ましのよう。あ？奴らのお出まし。なんか言われてます。ちょっと待ってね。一応スナイパーで、あ、ネストの扉と骸骨。どっから声し、あ、そこにいんの。誰がおもちゃじゃ。働け鳥頭。それどこにいんね、それ。当たる？気が邪魔っぽいな。そこ！来い。ほら。ほい。はい、バカ。はいよ。びっくりした。ホラーな感じで来んな、急に。もう。一匹しかいいと思ってたら、他にもおったわ。これがホローマンの扉で、奥、あれ、配下の頭蓋骨を祭壇に置く。配下の頭蓋骨は取ってこなあかんのか、どっかから。吸血鬼のネストとかこういうのを破壊して。ホローマンの隠れ家への道を開くには、彼の配下である3体の吸血鬼の頭蓋骨を集めなければならない。セーフハウスミッションか。3つ俺は持ってないってことか。あら。さささささ。せっかく来たのに。あ。役に立ってこい。ダメなのかい？ってことは、セーフハウス、一応ちょっと回ってみようか。3つやろ。なんかセーフハウスのミッションちょこちょこ俺やってた気はするんやけどな。ただいま。ここの安全を確保してくれたんだね。あ、ありがとう。おう、やろう。配下を対して完了してるよね。頭蓋骨の回収も完了してるってことでいいんやんな、これ。完了。これをやってないセーフハウスがまだあるってことかな、俺。どうだ、こっちは。おばあちゃん、ここのセーフハウスは、いや、やってるよね。回収してる。こっち。倒すだけ倒して、俺頭蓋骨回収してんとか、そんなことある？もしそうやったとしたら、
どこで回収できるか分からへんで。あ、これまだやな。じゃあまだ今回こういうのをちょっとやっていかなあかんっていうところですかな。しゃあないな。セーフハウスミッションが完成していない以上はまだいけねえってことやもんな。じゃあ今回は前回探し物ばっかりで、まあ、全然敵と戦ってなかったからちょうどいいってちょうどいいんじゃない？ここに行きたい。こっち？待ってる？待ってんのか？あ、ここ飛べるじゃん。意外と俺ファストトラベルポイントちゃんと作ってるじゃん。で、近くに来たね。この辺に合ってるよね。ベルウェザーのなんやら、はっ、まずはベルウェザーの、また乗れへんのかい。そこまずはベルウェザーのなんやら、さっさっ、あはん、この辺、おいいね。シワいっぱいいる。いっぱいいるよ。やば。久しぶりにウルトだ。ウルトスナイパー。なめんなし。どうだ。どうだ。おら。そこ。そこ。え、倒した？おい。杖は。でもちょっと他のキャラの能力も気にはなるんやけどな。で、うわ、すごい。物資回収。え、俺こんなとこ行って大丈夫？ん？場所変わった？さささささささ。さささあ、どこになった？これか？いや、これ吸血鬼のネストやんな。ベルウェザーの透過物資を回収。どれ？ん？しばらくしたら落ちてくる？それとも透過物資 200m 出れた。あ、あれか。あ？あ？どっか行った？アルーマだ。お願い。役に立ってこい。お。バカめ。バカめ。残念。大したことなかったけど。武器。お、いやーでもザコモリガンか。もっとなんかレジェンダリーのぶっ放せるサブマシンガン的なやつ欲しいな。そんなんないかな。鳥を飛べ。んー、こっちの方よね。シャドウツリーハイツサパークラップ 30m こんなか。え、透過物資っつってたけど、いや、わわわわ、めっちゃいっぱい。
30メーター向こうでしょ。ああ、なんか戦ってる、あれ。ああ、なんか戦ってます。あれ、まあ、わっわっわっ、なんかすごいことになってそう。ごめんよ、こっちじゃボケ、こら、こっちじゃ。はい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 、ういうい、危ね、あはん、余裕、すこら、あれ、当たってない、当たってない、当たってない、なんで、ちょっと、あおいおい、こら、当たってないのが原因やぞ。なんで当たらんかってん、弾。弾通り抜けたやんけ。でもって、ちゃんとマップに出るようになったわ。頼むぜ。弾通り抜けとったやんけ、おい。お前ら、お前らでぞ。ドゥンドゥン、あれ、ドゥン、なんでと、なんで当たらへんね。ほら、おかしいだろ、おかしいぞ。通り抜けるのはなしよ。貴重な弾が。全員始末したじゃねえわ。弾全然当たっとらへんやんけ。それなんとかせんかい。パカッと、ショットガンか。こう思ったらなんかもう、お、お、あいつか。おや、こっちのセリフ。なんで当たらへんね。なんでちょいちょい当たらへんね。おい。は、弾当たらんな。頼むぞ。で、お前か。はい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 。ほら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 。まあこんなところで終わりや、お前らは。何の声今の。ちょっと使えねえな。ブッチャーバードがすぐ弾なくなるのよな。ダブルバレルか。とはレベル低いのばっかりやしな。ああ、もうちょっと違うタイプの銃欲しいんやけどな。で、これが透過物資。解放。解放。パカッと。パカッと。あ、これで、こういうのも取れんのか。でもこういう時に限って、いっぱいやねんな。てか、レベル6とかめちゃめちゃ低いの俺装備しようとしてたんか。ちょっと待ってな。もうレベル2の、銃とかさすがに、レジェンダリーでもいらんよね。信じてるぞ。実はそれめっちゃもったいないとか言わんといてや。7ももういらん。6、5、4。この辺のレア度が微妙やねんな。で、俺取って。普通のアサルト。久しぶりに普通のアサルト来たんじゃない？これか。いいじゃない。で、ピロン。ははは。かわ。
こっち側の透過物質はもうこれで OK かな。あとはこっち、またファストトラベルして向こう側から行ったろ。何よりも骨集めなきゃいけねえんだ俺は。骨がどこにあるのかですけど、それはまだもう一個の多分セーフハウスのミッションを多分やらなあかんってことやんな。こっちか、危な。さあさあさあ、ありがとう。ああやっぱこの明るさの方がいいよね。太陽じゃないらしいけどな。この明るさやったら多分あんまり吸血鬼出てこへんのよね。よいしょ。で、あっちの方です。さあ、役に立ってこい。クローク、そういえば透明になれるやつ全然使ってなかったわ。さささささ。で、透過物資。あっちの方。ん？敵の気配はなさそうだが。さっ。あ？急に出てくんなよ。あ？行くんだ、虫野さん。もうちょっと敵が見つかりやすくならんもんかね。なんか銃声します、いっぱいいます。お前らにじゃあ俺のウルトをズス、ウレウレ、あちょっとうい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 、短、いつもより短、こらこらこら、えふいや、まだいるよね。銃声だけすごいっすよ。どこ？そこ。うえい。あ、違う。うい。え？はは。はは。はは。なに？クローク。はい。はい、見えへんやろ。ここにいるんだ。俺見えへんやろ。お前の全てを差し出せ。優れたやつならば逃げよう。そこ爆発せえへんのかい、あれ。はい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 、よし、合うね。あとも、あ、おいっす、おいおいおい、やめて。はい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 、パンチ効かへんのか。はい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 、ブーン、どうじゃ。はあ、危な。痛みが引いたな。意外と一撃重たいよなあいつら。 OK、 危ねえぜ。また指摘か。ん？パカッチョー。これでサイドミッションが完成で、一旦セーフハウスに戻った方がええんか。あ、ファーストトラベルポイントっぽい。でヒューン、ちょっと待ってな、セーフハウスミッション完了もさせてやりたいけど、この辺のな、ちょっとしたなんかいろいろ取れるやつ取ってお金に換えて。あ、オッケー、虫よけスプレー。ああ、簡単なもんを取ってけばいいかな。お前なんかどっかで見たことなかったっけ。大丈夫？
立ち音切ったね。流しとこうな。トイレしてるところ襲われたんかな。よし、では一旦セーフハウスに戻らなあかんのかな。やっぱ戻る。セーフハウス戻るです。で、頭蓋骨がこれやな。受注シャドウツリーキラー、なんか強そうな名前のやつがここにいんやね。よし、弾を回収して行ったりますわ。そいつスナイパー強えのか。家に帰ってこのアサルトもいい感じではあるんやけど、やっぱブッチャーバードはブッチャーバードが強すぎんのよな、単純にな。よし、行こうぜ、倒そうぜ。結構近いところに多分いるんじゃない。でもこの辺おらんよね。さささささ、セーフハウスミッション。これな、今なら明るいからそんなに強くないんじゃない。関係ない。で、ここか。少しは働け鳥頭。どうだ。いや違うな。あれ、ん、あれここってなってたのに。向こう 600m って今度またちょっと変わったよね。あら、移動すんのか、それとも、あお昼やからとかそういうのも関係あったりする。ここに行けってなってるけど、ここじゃねえのか。こんなか、反応なさそうやもんな。マジ？これまた赤い煙がいっぱいあるから力いかなあかんな。さささささ、異常なし。はっ、登れ、よろしく。そんなに段差あんのかここ。あ、今なんか誰か言いんかった。まあ、気のせい。夜やったらホラービビリしてたわ。はっ、俺全然違うとこいんで。これよ、俺やりたいの。吸血鬼の配下。シャードーツリーキラー。ここって書いてるけど、夜じゃないと、出てこないとか？こっち400m 行ったら多分ここに行ってまうもんな。なんかそんな気がする。そうなるとこっちのセーフハウスを今のうちに開拓しといた方がええか。消防署一回戻ろう。夜じゃないと配下のちょっと変わったタイプの吸血鬼出てこへんのかもな。
と普通にこっからじゃあ出て、俺が行きたいのはここやな。こっちのセーフハウスに向かってる最中に、もし別のセーフハウスがまた見つかれば、それが一番いいのかな。ささっ、ええ、こんなに明るいもの。そこまで行ったもんな。ルークの嵐やったっけ。あっちの方も前行ったね。あっち前行った時は、よいしょ、はあ、確か別のミッションを優先してたもんな。クイッ、よし、ザコメガよこせ。違う、そろそろレベル12上がってくれんかね。明るいもの。せやせや、前ここのセーフハウス行こうと思ったら赤い煙がめっちゃあったやんな、確かな。何か見つけてくるんだ。今回はさすがに行けんじゃない。ああ、セーフハウス、やけ止めクリーム、一旦入れるかな。あ、いや、前と同じ感じや。前もこんな感じで赤い煙が多すぎて確か入れへんかったんじゃなかったっけ。いけんのかこれ。え、あっ、さささささささ、実はいけるルートがうえへーだ存在してるってことかい。え、無理じゃね、やっぱりセーフハウス。この赤いのがねえ、引いてくれないと全然無理やで。あら、困ったな。こういうサイドミッションやらないと進まないとか、そんなこともあんのかな。入れないんじゃどうしようもないよね。よいしょ、よいしょ、無理やね。入れそうな場所が全部赤い煙で覆われちゃってるから、なんかルートある？いや、ないよな。あ、パカッと、なあ、ちょうど入れへん感じになってるもんな、全部。ダメだ、このアパートじゃあ向かうか、せっかくやし。今回はサイドミッションですな。ここでアパートに入る。ますわ、この感じなら全然シングルプレイでも全然余裕ですわ。そんな、やっぱあれかな、マルチになるとやっぱ難しくなるのかな。全然なんかノーマルの難易度でも
吸血鬼そんなに強くないもんね。さささささささ、ああ警報で警報に反応すんのよな、なぜかな。見張りの吸血鬼ってとこか。ああいや、いっぱいいるわ。ウォッチャーか、ウォッチャーは嫌い。ウォッチャーは強かった。ウォッチャーいっぱいいるやん。やだ、これはちょっと数が多い。無駄に弾を消費することになるからな。何か見つけてくるんだ。こっちから回っていこう。こっちからでもいけるだろう。さ、さささささ。あ、ギーギー撃てた。夜やったら多分怖い。で、全然お昼でもいるときはいるもんな、こいつらな。なんなんこいつら、吸血鬼って。はっ、あっちにもこの辺多いね。ああ、俺はでも最悪消えることができるから、クロークで見つかれば逃げるぞ。お、セーフハウス発見ってなった。あ、そんなとこにもあったんや。セーフハウス、う、何、どれ、おいおいおい、ちょっとすげえ飛んだ。大丈夫かい。これで最後だ。いや、いるで。え、俺が行かなあかんの。でもあそこ、この家の中か。偵察の時間だ。おい、こんにちはこんにちは。あ、これ当たらへんの。こんにちは。なんで気づかへんねん。あ、来た、やば、ぶっちゃ、一体やば、クローク、クローク、クローク、ちょっと通ります、ちょっとちょっと通りますね。ク、クローク、ちょっとどいて。じゃあ撃ってやるわ。おい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 、なんか、なんかプルプルしてる。キモ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 。あ、あ、あ、やば。あ、警報なんて鳴らすな、こら。あ、ちょっと。あ、あ、もうなんかいろいろ忙しいな、おい。とりあえずは倒した。ウイスキー。あ、救わなきゃいけない。回収したよ。もうここ、あ、あら、救わなきゃいけない、ダメでした。タバコ回収しました。で、消防署にレバーの近くに贈り物。これでじゃあもう帰ればいいんだね。ウイチー、はい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 。そういう出方やめて。もう吸血鬼を片付けた、ひとまずだな。オッケー。やだわー、ほんとやだわー、嫌な出方してくるわー。なあ、で、ついでにちょっとセーフハウス上げときたいな。少しは働け、鳥頭。いける？いけそう。電源を
爆発しません、それアラーム。オン。さよなら。はい、入った入ったったよし。あ、サポートを消費してスキルポイントを振り直せるようにもなったと。へー、セーフハウス来るだけでも一応それなりの経験値がもらえてるってことか。レベル上がったっぽいもんね。やったぜ。ただサイドクエストがこれで達成したはずだから、あ、贈り物この辺置く、こうか。こんにちは。ドンドン、 OK かい。置いた。ウイスキーとハマキで、報酬もゲット。ふう、なんとかですわ。これでスキルまた1ポイントゲットしつつ、リチャージ早回る、ポイント足りない。殺人カラス、全然ポイント足りんやんけ、全然ポイント足りんやんけ。はあ、ポイント貯めとくべきか、一旦振っといて後で振り直すのもなんかいまいちやり方わからんかったけどね。はあ、とりあえず、あ、一旦セーフハウス解除しつつ、うん、サイドミッション1個クリアできたんでね、また続き、あ、頑張ってやっていこうかなと思います。どうも。そんな感じではございますが、この続きまた次回でございます。ミッションが結局この辺か。夜じゃないと出てこうへん可能性あるっぽいしね。その辺をまた頑張っていきましょう。出てこなかったらまたセーフハウスミッションですね。それではまた。よろしくどうぞ。